長崎市で認知症を患っていた坂本秀夫さんが行方不明になって1年余り。同じような辛い思いをしてほしくないと探す家族が思いを伝え始めています。あのチラシの、あの新しいのがあるんですけど、あの貼り替えて行っても大丈夫ですか？どうぞ。長崎市の江藤愛子さん、行方不明になった父親を1年以上探しています。愛子さんの父坂本秀夫さんは73歳だった去年4月16日散歩に出かけたまま行方不明になりました。秀夫さんは軽度の認知症を患っていました。もう本当に元気な姿でまた会えること、もうそれが一番だし、元気な姿でお父さんに会えるんだったらどんなことでもしようって思うし、会いたい気持ちがもうそれしかない。この日、愛子さんと母悦子さんに面会するため長崎を訪れた人がいました。認知症介護研究研修東京センターの副センター長、永田久美子さんです。全国各地にいる認知症行方不明者の家族から聞き取りをし、対策や支援体制の整備を進めるため国や行政への提言を続けています。けじめがどこでどうつけたらいいのか、それが一つ大きいんですよね。例えばもう亡くなったらいろいろ四十九日だなんだってあるけど、どこで1年経ったからって言って何がけじめなのか、そこがやっぱり自分の中で結論が出ないままずるずる過ごしてる。同じように辛い体験しながら言えてない方いっぱいおられると思うので、こうやって言う、ね、こう言葉に出すってことを言ってくださるだけでも他の人たちも我慢しないで言ってもいいんだって、それはそれで。愛子さんの声で変わったことがありました。この日永田さんと共に長崎市役所を訪れました。面会したのは長崎市の鈴木市長です。鈴木市長は去年秀夫さんの捜索を続ける愛子さんに直接協力を申し出て課題を聞き取りました。高齢化社会になって手遅れになる可能性がありますので、まあ、そういう意味でもですね、あのそういうあの、まあ、横の対応を取るっていうのが大切だというふうに思って、まあ、こういうふうにあの今回あの、まあ我々なりのパッケージを作らせていただいたと。市では介護事業所や地域包括支援センターなどに捜索の協力を呼びかける仕組み SOS ネットワークがあるほか、情報提供を呼びかけるチラシを貼るために自治会の紹介などが可能ですが、担当部署はまたがり、当初愛子さんは知りませんでした。愛子さんの要望を受けて市は捜索支援に関する項目を一覧にしたリストを作成していました。愛子さんは他にもできることがないか模索を続けてきました。孤独に感じたこととか不安だったこととかたくさんあるので、やっぱりそういうのをこう何かこう支援できる団体とか、はい、まあ、会みたいなのがあればいいなっていうのをが最初、うん、最初思ってて、はい、悩みを共有できる会を作るなどして体験を生かしたいという愛子さんの思いに市の担当者も応じました。実際体験した方とか早めな予防とかって大事
じですよっていう話をして、まあ、団体作られるって言われたのですぐあそういうふうなお話をしていただける場面設定とかできるんじゃないかなと思ったので、うん、地区ごとでそういう話して、うん、じゃあうちの地区ではどうしたらいいっていう話し合いにこうつながっていけるんじゃないかなって、うん、やり取りは今後も続けることになりました。この日愛子さんは東京にいました。永田さんが主催したオンラインフォーラムで講演するためです。認知症施策に関わる全国の自治体職員や介護職員らおよそ700人が愛子さんの話に耳を傾けました。講演の中では長崎市の取り組みを紹介しました。行方不明になって見つかってないままの、もちろんそのご本人もかわいそうだし、やっぱり残された家族は、うん、も悲しい上にもっとなんか大変な、うん、なんか表に見えてないものがたくさんなんか本実はあったりするので、当事者家族とかの話を聞いてそういうガイドラインとかはやっぱりこう各市町村でも作っていってほしいなって思うし、私もそういう場に携われたらいいなって思ってて、悦子さんも思いを手紙にしたため永田さんが代読しました。今一人にいて暮らして寂しさもあり、早く普通の生活に戻りたいと思ったことも再々でした。悲しい思い、苦しい思いは他の人に決してしてほしくありません。そのための一歩一歩を今娘は踏み出してくれております。どこまで進めるか、どこかでやめてしまうか、それは私も分かりません。でも認知症の親の経験から得たものをプラスに捉え、一人でも二人でも娘の声が届けばありがたいと思っております。永田さんは継続的な支援が家族の孤立化を防ぎ対策にもつながると話します。どういう経過だったかってことを逐一具体的に記録化して見直していくと、あれ最初のこの時点でもっと早く連絡し合えたらよかったとか、必要なことがいっぱいですね浮き彫りになってくるので、伴走していくことで教えてもらえることが山ほどある。体験してないとどんなに行政とか専門職でも気づけないことを本人家族が伝えてくれるので、ぜひですね一緒に歩み続けるっていう、そういうスタイルを行政や地域で作り出していっていただきたいと思います。